はい、YouTube スタートしました。よろしくお願いします。映ってるわ。映ってないね。映ってるかも、ちょっとだけ。じゃあもうちょっと前でも、はい、じゃあ、もうちょっと前、そこが定位ね。はい、じゃあインスタライブ始めたいと思います。3、2、1。はい、ライブ始まりました。バンビがいます。はい、バンビ舐めの行こうかな。はい、はい、今通知送ってます。今日は、はい、東京恵比寿のブランド、はい、海星堂さんが入荷しましたんで、はい、紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまず海星堂のブランドの説明をお願いしてもいいでしょうか。はい、はい、2001年東京恵比寿にて創業、はい、ノンセックス、はい、性別を問わない、はい、ノンエイジ、はい、ノンクラス。幼い頃のある一日の記憶が蘇るような遊び心のある服、うん、遊び心あるね。何気なく過ぎていく日々にふっとお茶目な装いを、ね、はい、ガシガシ洗濯できるランドリーフレンドリー、大人になったかつての少年少女たちに贈ります。はい、そして引き継がれていく元少年少女たちの未来の世代。はい、はい、素敵。なるほど。いいでしょ。まあいろんな、性別問わずいろんな年齢層も着れるという、うん、まあ割とねシームレスな感じのブランドですね。うん、僕から見たら、日本とアメリカとフランスが入ってる感じがします。そうですね、あと北欧も入ってるんだよね。北欧ですよ。なんかね、いろんなだから国もなんかこう問わないみたいな。多分なんか本当本格的なデニムだし、はい、生地もねすごくいいし、はい、T シャツとかできました。見えないですね。インスタライブ映ってる。はい、見えましたかね。バビしました。バビしました。アップです。はい、じゃあ早速ですが、はい、まあ旧作新作合わせて紹介していきたいと思います。はい、デザイナーさん男性なんですよ。はい、社長はね男性ですよね。はい、すごくおしゃれだよね、杉田さんね。おしゃれで、まあセンスがある人ですね。はい、はい、はい、じゃあ2001年ということは、まあうち2002年からなんで、ほぼまあ同級生的な、はい、感じがします。はい、スタッフさんもみんな素敵な方でございます。そうだね。はい、はい、じゃあ着てるものからいいかな。はい、着てるものから、はい、新作からいきますか。着てるのから、じゃあノースリーブから。はい、そうですね、ノースリーブから。はい、スリーブ、はい、名前は何ですかね。海上がりガールズ T シャツスリーブレス。はい、はい、海上がり T の、まあ、そのノースリーブバージョンっていうね、あの刺繍が、刺繍があります。このガールバージョンだから、サーフィンボードを持った女の子が刺繍されているという、はいはい、今までウェーブっていう、はい、胸はウェーブですね。で後ろが波の、波のマニマニ、波のマニマニ、波のね、何これ、波のマニマニ、ああ波の音、波の音だから、音ですね。なるほど、音ですよね、多分。それ何、草履、足跡、サンダル、足跡だ。いいですよ、そんなことしてますよ。はい、でノースリーブはインナーもちろん1枚で、そうですね、これ1枚で今着れるサイズ感。はい、白を着てて手に持ってるのが黒ということで、はい、はい、うんうん、かわいいよね。ここにこうあるんですよね、ちょっと見えませんけど、はい、サイズ2なんで、はい、うん、割となんだろう、 M サイズぐらいかな。タイトでスッキリが好みならサイズ2ってなってるので、あ、ね、あ、まあノースリーブなんでスッキリ系のサイズですよね。はい、はい、です、これ、はい、でこの首がね伸びにくい、このリブみたいな、これねすごいですよ。なんかお客さんから、うん、あの10年以上前に買ったんだけどまだ伸びてないんだけどって言って、はい、あれいいねって、はい、ずっと着用できるね、はい、はい、ずっと着れてるって言ってました。確かにちょっと味が出ていく感じもいいですもんね、うん、はい、
そうなんですよ。そうなんです。はい、そうなんです。ここね、YouTube ね。サーフガールがいます。サーフガール。かわいい。はい、凝ってますよね。まあ割とコンパクトめですかね。改正堂にしては少し。コンパクトだけど、なんか結構いい感じで。はい。いい感じ。大人が来ても、そんな、はい、そう。ね、子供心を忘れない大人服という感じですかね。うん、少年も着れそうだもんね。少年も着れそう。うん、確かに。あ、だから性別を問わない。そうですね。はい。そうだよね。年齢も問わない。うん、はい。老若男女。はい。にゃんにょにゃんにゃにゃんにゃん。はい、じゃあ次お願いします。次の新作、次がですね、海上がりガールズ T シャツのワイドフィット、はい、同じロゴです、はい、ございます。あ、本当だ、一緒だ、本当だ、ウェーブ、はい、こっちはちょっとこれはあれだよね、ワイドなんですよね。ワイドフィットってなってますね。ワイドフィット結構ゆとりありそうだね。うん、コットン100、色味が好きで、改正堂さんの、はい、あ、リエさん来ました。あ、これ可愛いよ。あ、リエさん、これオフ白と、うん、はい、タンポポイエロー、タンポポイエローって言うんです、これ、はい、とこれがこれミントミントヨモギグリーン、ヨモギグリーンです。可愛い和だよね、だから、はい、なんかタンポポとかさ、ヨモギとか色に入っててね、はい、和だよね、なんかね、可愛いよね、これ私好きで、この色味、はい、これなんかワイドだからちょっと袖短くなってるのね、だから、うん、そうですね、結構こう広げるとそうこんな感じになってるね、感じなので、はい、袖短いけど肩落ちるから、そうするとこのぐらいなんだけど、袖短くなる、ショルダーになって、そうそうそう、肩落ちるからね、ちょっと切り替えがあるみたいな、そう、ちょうどいい半袖になるからね、かわいい、これ、はい、うん、かわいいね、これ一応レディースなのね、これ多分男子も着れそうかな、袖短いけど、ちょっと女性寄りかな、ちょっと女子かも、袖がね、ちょっと女子、はい、あ、竹もあるからね、ですね、このノリコのんのさんから、はい、お色味かわいいですね、かわいいでしょ、色いいよね、そうそう、私これいろいろあるんですけど、はい、いろいろあるけど、ちょっとこのタンポポ3色に、はい、しました。今回のセレクトは3色。はい、私いつもこれ入れてる気がする、この色に。買えないよね、いつもね。そうなんですね。確かに売れちゃいますよね。売れちゃうからね、買えないですね。自分がね、基本欲しいものを入れてます。はい、ロゴは一緒ですね。ロゴ一緒ですね、これとね。これ後ろもちょっと見にくいけど、このイエロー。波のマニマニ。書いてるんですよ。書いてます。で、ここサーフガールもここに、そうありますね。はい。サーフガール一緒だよ。刺繍一緒ですね。はい。で、これね、裏にこの改正堂のタグがね、ここについてるんですよ。このここの後ろのここに、ここに裏にこのタグまで、おしゃれ。可愛いでしょ。うん。タグまで可愛いです、うん、たまに赤い糸で出てる時あるよね。そう、出てる、ね、あるね、ここにね、こうやって、はい、可愛いですね、はい、生地も同じ、うん、生地も一緒ですね。だからもうここが伸びない、はい、とにかくサーフガールも良き、良きガールも良き、足長くてスタイル、ね、サーフガール刺繍ですもんね、よく見たら、うん、そうだね、US 天軸、 US 天軸、素材が、はい、そうなんだ、だからアメリカコットン100、あ、でもさ、首、あ、一緒だね、首ね、そう、この首ね、これ10年以上経っても伸びないという、このすごいよね、連絡してあげよう、ずっとそうだよね、伸びないよね、これね、伸びない、はい、すごいです、実績があります、実績があります、はい、実績あり、海水道はやっぱ20年ぐらい前からやってるんで、その10年着てる人がね、はい、白は何でもありますよね、白は何でもある、足細、足細いの、びっくり、びっくりした、バリ長ですね、足長いよね、これね足長いね、これね、足長くて、足長いスタイルいいのに、このサーフボード重いのに持ってるっていうね、かわいい、はい、すごいという、はい、はい、という新作は、新作今、そうですね、はい、うん、じゃあ次何いきますか、オーバーオール後でいいかな、あ、後にします、あとは何でもいいよ、それ行きましょうか、はい、これがね、これがちょっと今デニムのバッグ、改正堂、長いやつもあったんですけど売れたよね、はい、売れちゃったね、あとこれが一
ラスト1、ラストトートバッグで、これが、はい、このグレーの部分はデニムの裏使いなんですよね。これさ、デニムの裏ってこの色じゃん。はいはいはい、確かに今もそうなってるでしょ、ね、そう、デニムの裏はグ レ,、はい、グレーなんですよね。で、裏使いと、はい、底がヒッコリーになってですね、ヒッコリー、はい、で、ポケットはまあデニムのこのポケットをね、しかもこれリップストップデニムですね、はい、軽めのやつでね。で、このスタンプこれね、海生堂に行った時にね、説明してくれましたね。なんかいろんな海外からお手紙をもらったり、いろんなその書籍からそのスタンプを集めてましたもんね。で、あの社長のセンスでここにこれをみたいな感じで多分選んでるのかなって。これさ、あれだよね、リバーシブル的だって。そう、リバーシブル。これ今、はい、これもさ、あれだよね、あ、耳ですね、全部で裏返しますよ、はい、裏返してください。裏返すと、はい、デニムの裏を使ってるんで、もちろん裏返すとデニムが出てくる。そう、デニムが出てくる。いけるね。いけます、これは全然。全然いけるね。むしろこっちが表じゃねえっていう。あ、そうそう。だからどっちもいいんですよ、本当に。うん、だよね。あっち、今のどっちもいいんですよ。本当はこっちは裏だよ。だってここの仕様がさ、ね、少し始末が少し。ああ、本当だ。だよね。でも使えるよね。ね、裏使いし。ひっこりね。こっちは裏付けして、はい、こっちは、あ、エアメール的なスタンプですねって分かってますね。そうです、エアメールのスタンプなんですよ。かわいい、はい、まあ、スタンプ出したかったね、やっぱ表だよね。エアメール的なスタンプ、うん、かわいいじゃん。のりこのんのさんっていう方が分かってらっしゃるんですよ、はい、すごいですよね。あの、これこれがこ、あ、すごいでしょ、ね、ステッチが、どうなってんのって思ったんですよ、私、うん。普通はこうポケットがこうあると裏はこうなりますよね。うん、うん、まあステッチになるよね。ステッチになりますよね。うん、こっちは、あ、そうだからこ、あ、両方ポケットつけてちゃんと。そうなんです、うん。これがポケットで、この裏はどうなってんのっていうことで見ると。ここに縫い目がちゃんとこの来るように、ね、デザインで計算されてる、はい、すごいでしょ、うん、すごいんですよ。で、あと、ここのドットで、そうですよね、こことかね、ドット、これさっきあの T シャツ の, あ, のそうそう、あれね、タグ、ドット、あ、本当だ、ドットになってた。わ、で、こっちもちゃんとこのリップストップの裏はドットになってる。ドットがあって、そしてまあ、これよくやる、ここにもドットがあるね。そうそうそう。それあとで、ね、言おうと思ってね。ドットよく使ってますよね。縫い目もデザインなんてニコニコニコ、すごいでしょ、うん、喜んでます。はい。海生堂すごいですよね。可愛くない？可愛い。まあ、これ、これに持っても可愛い。そうだね。デニムにね。可愛いです。全然裏って分かんないね、それね。うん、分かんない。分かんない。バンビが入りそうだ。はい、こういう作品でございます。はい、作品です。はい、はい、で、これも可愛いんですよ。これすごいよね。リネン、リネンの。リネン、なんか粗いリネン、ハンプ？これだから洗うって。あ、容量ありますかってきてる。さっきの、さっきの、さっきのね、うん、容量ね、結構あるんですよ。入りますよ、ね、あるんですよ。底が結構マチがあって、こんなにあるんですよ、はい、うん、このぐらいあるので、かなり入ります。結構入ります、このぐらいありますよ、はい、これバンビ入りますね。バンビ入るよ、全然。で、このぐらいあるんで、ちょっと結構入るよね、このぐらい、うん、私と同じところにやって、こんな感じ、はい、で、マチがあるからね。そう、うん、必需品プラス結構入ると思う、うん、そこそこ入るかなっていう感じがします。絶対お弁当10箱入る、入るね、うん、お弁当プラスあるの。10箱入らないかもしれないけど、ちっちゃめの10箱入る、ね、うん、でもこのくらいあるんで、はい、結構入ります。いや、食べるの、はい、じゃあ、はい、じゃあ次の作品、次の作品はこれリネンっていうか絨毯じゃない、絨毯、絨毯か、なんか素材で言うとカロハプリント、カロハプリント、フロリダ柄リバーシブル、あ、リバーシブルですか、あ、そうなんだ、今初めて気づいたかもしれないですね。最初は
かってたかもしれないけど、はい、もう忘れちゃった。忘れたね。重箱って久しぶりに聞きました。わらわらわら。重箱ってなんだっけ。重箱ってなんだ。重箱の隅をつつくっていうのがね、運動会とか、ね、運動会とお弁当に、はいはいはい、お重だね、お重3段ぐらいあったりする、はいはいはい、それリバーシブルなの。リバーシブル、いやポケットは外だと思うよ。そうだね、これリバーシブルに見えないけど、あ、まあ無地にもなるってことですね。だってすいません杉田さん、今気づいたね。杉田さん先生、あ、社長、社長、杉田社長、こうでした、こんな感じで。なるほど、赤い耳がついてる、ね、そう、赤い耳がついてる、うん、無地だと結構シンプルだね。かわいい、でもかわいいですよね、これ。ちょっと持ってみて。そしたらまあこう、こう、うん、そう、ちょっと縦長ですね。あ、そうね、そっちかな。かわいいね、これもね、うんうん、かわいい、シンプル。私もたまに重箱を言いますが言うんかい言うんかい言いますよね、はい。可愛くない？可愛いね。ここに赤が出て、でしたね。わかる？ここに赤が出て、ここに赤が。これは耳だよね、赤はね。うん、やっぱね、すごいね、はい。で、ここは切り替えがない。くるってなってるね。くるってなってる。くるってなってる。オールガーメントだね、なんか。そんなにいける？かわいい、はい。ちょっと表紹介してみる。で、表はまた、はい、表はこれすごいですよ。かわいいのね。フロリダから。フロリダ？フロリダ。フロリダといえば。フロリダとフロリ。今僕たちが住んでいるところは。そうなんですか。え、フロリダ。日本のフロリダって呼ばれている大隅半島。大隅？はい。あ、そうなんですね。形が似てるんですよ。偶然。そうなんだ。ほら、ほらほら。カヌヤ島とほらほら。あ、似てる。大隅半島。似てる。ほらほらほら。あ、似てますね。そうそうそう、そう、近郊湾。ここここ。そこフェリーも渡ってんじゃん。フェリーも渡ってる。そこは桜島でしょ。ここが確かに。ほら、フロリダ半島似てるじゃん。こうなると、ほら、大隅半島っぽいじゃん。半島っぽい。マイアミって言ってる。へーって言ってますよ。フロリダ、そう。え、姉妹都市とかじゃ別にない。違います。違うんだ。けど、違うけど、日本のフロリダって言ってたような気がする。誰が？確かに。え、市役所？いや、わかんない。市役所。あ、フロリダ行ったことありますよ。そうなんだ。いいな。じゃあぜひ日本のフロリダも。フロリダ。フロリダって書いてんだ。書いてあります、ここに。フロリダ。フロリダカロハ柄。カロハ柄。かわいい。カロハプリント。こう柄かわいくないですか。しかもこう、ちょっとね、柄がこう、かぶってんのもいいよね。そう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 。うん、そうなんですよ。こう、なんだけど、ここにもあるんですよ。まあるというね。っていう。ちょっとグッチもちょっと変わってる。はい、わあ、かわいい。どう持つかで結構変わりますよね。はいはい、これ、いいね。うん、いいね。かわいい。ちょっとオーバーオールに、オーバーオールにちょっと。オーバーオールにめっちゃ合う。あ、いいね、いいね、いいね。いいですね。いいですね。こっちも使えるし、はい、裏も使えるね。裏も、はい、ポケットありとなし。買いだね。すごいこれ入りますね。うん、これ欲しい。欲しい。しっかり物が入る。はい、こっちやつ結構ナチュラルに持てるよね。そうだね、無地も使えるね。なんか、もういいね、これもね。パソコンぐらい全然入りますよ、ね。絶対入りますね。はい、なんか、こうあのなんか書類とかも、はい、スポッと入るので、これ意外に使いやすいと思う。なんか街がない方がいい時もないですか？まあたまに、はい、書類とか。ツーウェイですなってきてますね。ツーウェイ、うん、ですね。リバーシブルツーウェイですね。こう柄もこう、うん、あるから、はい、こういうんです。はい。夏にぴったり。夏にぴったり。はい。で柔らかい。はい、次行きましょう。なんかくたっとなりそう。その流れであのバンダナも行く？なんか柄の流れで前も紹介したんですけど、そのまま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 の方がいい。確かに柄が見えた方がいい。そうそうそう、その柄見えた方がいい。そうそうそう。ちょっとこれは、はい、これもスイスだったね。スイスだ。スイス柄のバンダナだね。こうスイス書いてるもんね。これはスイス柄バンダナ。なんかさ、こういうのが多いんだよね。この色味が好きなの、私。この世界観がさ、なんかこんな感じだよね。で、コットンリネン。コットンリネン。で、ダブルガーゼってなってる。ダブルガーゼ、バンダナ。さすが。
可愛いね。全部可愛い。可愛いよね。これさ、首に巻いたりとか。そう。今のこの感じで巻いてみる。巻いてみます。結局取るんかい。いやいや、一回柄見せないと。一回こうやって見せようかなと思ったんだけどな、私。そうか。可愛いね。ちょっと首に巻いてみる。この使い方としてはこんな感じですかね。三角に。そうですね。そうですね。可愛い。もうこうやってするだけでも可愛くない。可愛い。こうやって。こんにちは。なんか前にその三角の方持ってきても可愛い。そうね。ね、可愛いですよね。いろいろできるよね、だからね。あのバッグに巻いたりもできるし、紙に結んでもいいし。そうですね。結構何でも。ああ、ボーイスカウト的な。ボーイスカウト的な。前に持ってきてもいいし、ポケットに突っ込んでもいいし、畳んで結構使い方いろいろできます。バッグとかに巻いても可愛いですね。いいですね。バッグもいけるね。可愛いんですよ。カゴバッグにね。カゴバッグで柔らかいし。そうなんです。使い方がいろいろできる。もうなんかこれだけでここが守られる。うん、あ、そうね。首が守られる。あ、そうやってつけてる人いるよね。います。はい。います、ね。可愛いよね。首の日焼け対策になりますね。そうはね。柔らかいので。本当だ。首日焼けしないよね。バンダナとかしてもいいよね。はい、どの組み合わせもバッチリなので、トータル海生堂でいいですね。そうなんですよ。海生堂すごい、ね。もう世界観がすごい可愛い。海生堂ね。じゃあ、ああ行った行った。カゴバッグに。こんな感じでも可愛いですよね。ハンドルに巻いてもいいし、これね、いいし、シンプルなこれ。確かに。カゴバッグなんですけど、ちょっとこういう感じでくるっと巻いたりしても。バンダナ変えたら気分変わりますね。そうなんだ、そうですよね。違う、可愛い。はい、頭に巻いても可愛いと。頭に巻いてもそう。おお。持ち手にちょっとくるくるって巻きつけても可愛いし。可愛いね。カゴバッグも可愛いんです。可愛いですよね。これ蓋がついてるんですよ。蓋がパカって開くやつよね、それね。こっちカゴ。こうですね。こうやって。可愛い。カゴっていうか塔のバッグだね、それね。そうですね。でここにこう。いいですよね。もう何でもいいよね。何でもどう。こういう感じにしてもできる。かわいいね。うん、ここに垂らしてもいいし。うんうんうん、できますね。どこにあっても柄かわいいから。かわいい。で、ちょうど使いやすいサイズ感。うんうんうん、そうなんです。そうなんです。うん、ですね。大きすぎないから使いやすい。重箱も詰めます。はい、重箱も詰めるね。重箱はデニムにワンポイント結んでもいいですね。そうそうそう、なんデニムにね、デニムに合うよね。そうだね。ちょっとベルト、どっかでピット、ベルトループとかにちょっと、そうそうそう、どっかでピット結んでたらんってね。あとバックポケットとかはい、そうだ、仕込んだりしても、こうやって重箱を、重箱も受けてますよ。はい、重箱受けてる、受けてる、重箱ネタが、はい、可愛いよね。海生堂のバンダナ。海生堂ね、この辺意外と売ってないんだよね。うん、ここが赤耳。え、あ、耳になってて、本当だ。耳じゃん。すごい。やっぱすっごい。ちょっと自由すぎるね。可愛い。猫がいます。これ猫に。猫に。これ YouTube も映ってんじゃない、もしかして。映ってるね。いいよいいよ、はい。お、素晴らしい、素晴らしいってきましたね。何が素晴らしかったっけ。あ、あれね、それね、スカーフね、スカーフパッて取ったら猫がいるっていうね。で、はい、で次ですね、シャンブレーのプルオーバーの半袖シャツ。ハヤテシリーズですね。はい、ハヤテシリーズっていうのは、ユニセックスラインですね。そうそうね、メンズとレディース両方いける。これはもう大きいのわざと入れました。はい。はい。5プラスっていう。はい。5プラスっていうサイズ。5プラス。男子もいけるサイズ、ね。男子もいけますけど、女子はまた可愛いんですよ。女子が緩くても可愛いよね。はい。このサイズ感可愛いですよね。はい。ステッチたくさん半袖プルオーバー。なるほど。名前すごいね。じゃあちょっと。ステッチ、パンツとかあったんですけど、スカートとかプルオーバーとかあったんですけど、うん、
もう完売しまして、ね、残り1枚、はい、これまずこの胸のところのこのステッチ4本たくさんあるんですよ、はい、これびっくりしちゃった。このここもステッチいっぱいある。ステッチすごいでしょ。ステッチだらけ。あと裾、裾は一個。裾、あれ裾はね、裾はそうでもなかった。そうなんです。裾は後ろはなくて、ここと、この袖のここが可愛いね。あ、これなんか二重になってるね。二重になってるんですよ、うんうん、オーバーサイズ良き。そうですね、これいいよね。いいですよね。これ女子着ても買えるの、ね、あとポケットの感じね。ポケットもちゃんとあって、またしてもまた出た、水玉ドットになってます。水玉ドットの裏地出た。ちゃんとこう、ちゃんと裏です。はい、クオリティ高いよね。高い。さすがメイドインジャパン。めちゃくちゃ可愛い。あと襟の丸い感じね、丸襟ね。あ、このこの中ヨットね、ヨットじゃない怒りマークね。それね、そして、素晴らしい。そしてですよ、そして、うん、裏が、まあ、うわ、来た。まずここのなんか取っ手みたいな。そう、ここもちょっとドットになってる。ドットになってるね。ドットなんですよね。そしてここ、そしてここアンカーが、はい、アンカー文字も入ってる、文字も入ってる。セーラーマリンセブンって書いてある。かわいいね。全部かわいい。はい、どういうことこれ、どういうことそしてまだこの裏にこんな、これもかわいいでしょ。これね、ここにた、はい、多分もね、多分ね、はい、透けております、はい、シャンプレーは軽くていいですよ ね、 ね、本当軽いし涼しいし、はい、丸襟で どっから飲んでも可愛いですね。ボタンも可愛いし、うん、全部です。それ上からこれ羽織っても可愛いよね。うん、可愛いと思う。そのまま羽織っても可愛い。可愛い、可愛い、はい、あ、絶対可愛い、うん、でトイレ行くときはこれをパンと脱いでこうしないといけないですけど、パンと脱いで、可愛さには負けますね、はい、オーバーオールが、はい、仕事が細かい。さすがメイドインジャパン。本当細かい。これは本当すごいです。本当素敵。はい、さすが海星堂。大切に来てほしいです、はい、大切に来て。しかも長持ちするからね、海星堂ね、はい、うん、ボタンもちゃんと、あの型がちゃんとわかる、うん、怒りマークのボタンになってるね、うん、これね、ずっと着れるので、はい、作品だと思って。どうですか、はい、そうですよ、はい、じゃあ、ラスト、ラストいきますか。これはもう見ても そのまんま可愛いでしょ、はい、これでもさ、吊るしてるとさ、前後ろ逆、はい、こっちを前に、そうこっちを前にしたがるよね、なんかね、したがるんですけど、やっぱちょっとお尻が試着の時にそうなんかできそうですけど、うんうん、一応これはボリュームがだよね、だよね、お尻の方がね、はい、はい、で、まあでもね、前にあれがあるのね、やっぱ、はい、あれだよね、うん、ワーク系だからやっぱそっちが後ろだね。かわいい。白、白なの、あれがステッチがね、ステッチが白で、ここにもここインディゴが、リップストップのインディゴが貼ってあるね。裾ですよね、やっぱり。あと裾ね、ドットが、裾のドットで、それさ、すっごく折っても可愛かったよね。あ、そうなんですよ。ちょっと小柄な方とかだと、ね、身長163あるもんね、ママね。163あってこのぐらいになっちゃうんですよ。で、低い人が履いた時に、低い人は結構、ね、すんごい曲げてたよね。太めにロールアップしても、そうよかったです。このぐらいも可愛い、これも可愛い、それでも可愛かったもんね、うん、いい、このぐらいでもなんかまたいいですよね、ちょっと気分転換に。そう折る幅を変えたりして、そんな感じ。デザイン可愛いって来てますよ。可愛いです。そうなんです。これはこうしたらいい感じです。はい、映った YouTube。え？映った。うん、映った、うん、こんな感じ。そうなんですよ。まあ背の高い方一個だけちょっと折って、うん、このぐらい折っても可愛いし。そうだね。はい、折り幅はあの肩の調節がついてないんで、そうなんです、まあ、裾で調節する感じかな。これはね。確かに。そうなんです。だからもう。ここはこうサルエルっぽくなるけど、それがまた可愛い、あれですよね、広げたら見幅ありますよね、結構ゆったりしています。はい、うん、店靴下履いても映えそう。そうですね、そうだね、靴下ね、短く、短くやってね、これだから身長高い人は折らずにね、折らずにそうやってもいいんだよね。こうやってやっても、なんかいろんな着方ができる、かっこいいし、
ちょっとだけおる、ね、バンビフェードイン、これもどこ見ても可愛いですよ。可愛いです、うん、ポケットもね、あるしね、あ、そこもそうなってた。さすがに、はい、後ろのポケットはあ、なってる。後ろもなってんだ。なってる。なってる。なってる。高いで。かわいい。ここでちょっと、ね、キュッとしたり。ちょっと、あ、多少できる。多少はね、うん、はい、結び加減で。そうですね。ステッチが白っていうのもまた、ね、かわいい。はい、すごいですね。ちょっとマリンですよね。はい、バイキングとか食べてもお腹隠せそう。そう、隠れますよね。いや、これはかなりいけますね。どんだけ食べても大丈夫です。はい、大丈夫ですね。はい。と、はい、いうわけで、はい、以上でしょうか。以上で、はい、以上ですね。海生堂。海生堂アイテムの紹介しました。はい。はい、皆さん、コメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、サムネ撮りましょうか。はい、もうちょっと前来て。はい。うん、かわいい。5、4、3、2、1、はい、OK です。はい、YouTube も大丈夫です、ね、ね、はい、はい、というわけで今日は東京恵比寿の、カジュアルブランド海生堂さん紹介しました、はい、というわけで、はい、また何か入荷しましたらライブします。はい、はい、なんで遊びに来てください。あ、問い合わせはまあインスタの DM とか、はい、はい、全然買えますんで、はい、はい、お待ちしてます。失礼します。ありがとうございました。バイバーイ。はい、じゃあ YouTube も終わります。ありがとうございました。